こんにちは、パワミです。本日はパワーアップスのアプリ設計後半、データベース設計について解説します。本日の流れです。はじめにパワーアップスで使えるデータベースの種類を解説します。次にアプリ設計に必要なデータ型について簡単に説明します。最後にデータベース設計方法を説明します。データベース設計はアプリ作りの中でとても重要です。データベースの説明は少し難しいかもしれませんが、アプリを作っていく中で徐々に理解が深まっていくので、この動画でデータベースが完全に理解できなくても大丈夫です。データベースの種類の比較やデータベース設計に必要なデータ型についても説明するので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルではパワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめにパワーアップスでアプリを作る基本の5ステップを振り返ります。全体の流れとしては、アプリ設計、データベース作成、アプリ開発、テスト修正、発行共有の順に進みます。今回の動画ではアプリ設計の中のデータベース設計について解説します。まずはじめに前回の振り返りになりますが、ビジネスアプリはデータベースとクラッドと言われるデータベースを操作する機能がメインのアプリになります。クラッドとは登録、読み込み、更新、削除のことで、データベースを操作する機能です。そのためデータベースはビジネスアプリを作る上での肝になります。きちんとデータベース設計をすることで、アプリ作りの効率やメンテナンス性が向上します。データベースの設計では、列名、データ型、テーブル間のリレーションシップを決める必要があります。今回の動画の中では、パワーアップスで使えるデータベース、データ型についても少し解説しておきます。まずはパワーアップスで使えるデータベースを比較してみます。パワーアップスで使えるデータベースとしてはいろいろありますが、よく使われるものとしては、表に挙げた Excel、SharePoint List、Database for Teams、Database があります。このうちデータバース以外は Office365 ライセンスを持っていれば無料で使えます。データバースは追加のコストがかかります。おそらく最も馴染みのあるツールとして Excel データベースとして使うことができます。しかし Excel の場合、配達制御や委任処理ができないという大きな問題があります。配達制御とは、2人以上が同時にデータベースにアクセスしようとしたとき、順番に処理する仕組みのことです。つまり Excel の場合、例えば2人同時にデータを登録しようとしたとき、片方は登録ができないなどの問題が起こります。また Excel は委任処理も全くできません。委任処理は、例えば PowerApps でデータの検索をして絞り込んだデータを表示したいときがあります。この時、サーチやフィルター等の関数を使って絞り込みをしますが、すべてのデータ処理をパワーアップス側で行うと、アプリ側の負荷が大きく、動作も遅くなってしまいます。そこで委任処理を行うと、データベース側で検索等による絞り込みをしてもらって、絞り込んだ結果をパワーアップスに渡すということができます。Excel ではこの委任処理が一切できないため、すべてパワーアップス側でデータの処理をすることになります。パワーアップスで一度に扱えるデータ数の上限は2000件です。つまりデータベースとして実質2000件までしか扱えないと思って良いでしょう。データベースが2000件までの上、配達制御もできないと、正直データベースとしては脆弱で、あまり利用候補にはならないと思います。そこで次にデータベースの候補に上がるのが SharePoint List です。 SharePoint List は3000万行のデータが登録できますし、配達制御もしてくれます。一部の関数は委任処理も行えます。しかしリレーショナルデータベースを作ることはできません。リレーショナルデータベースはテーブル間を一対多などで紐付けることです。もう少し詳しく知りたい方は、以前 Power BI のリレーションシップを解説した動画を参考にしてください。 SharePoint List では、右に挙げているデータバースよりも委任処理できる関数が少ないのも問題です。
そのためシェアポイントリストでもやはり2000件を超えると関数がうまく動作しない可能性があると考えて良いと思います。2000件以下のシンプルなデータベースの場合、シェアポイントリストは使用するデータベースの候補になると思います。続いてデータバース for Teams があります。これは有料のライセンスが必要なデータバースの簡易版で Teams で使うことができます。データバース for Teams の場合、シェアポイントリストよりも委任できる関数が多く、リレーショナルデータベースも使えます。データ数も100万件まで登録できるので非常に有力なデータベース候補となると思います。問題点としてはストレージ、つまり容量の制限が 2GB までという点です。写真など画像ファイルをたくさん保存していくとすぐにいっぱいになってしまう可能性が高いです。またデータバース for Teams は基本的に Teams のチーム内で使うものになります。チーム外のメンバーも追加できますが、 Azure AD に登録した一つのセキュリティグループに限られます。ここら辺はまた別の動画で詳しく説明したいと思います。データベースへのアクセス制御もあまり細やかにはできないようです。基本的にチームの所有者、メンバー、ゲスト等の権限ごとにアクセス権が割り振られ、個人ごとに権限を変えることはできません。そのためデータベースとしてはもう一歩と思うかもしれません。そのため特に大きなアプリを作る場合などは有料のデータバースを使うことを検討するかもしれません。データバース for Teams はデータバースへアップグレードすることが簡単にできます。データバースのストレージはライセンスによって増やせますし、データベースへの柔軟なアクセス制御も可能です。 Excel、SharePoint リスト、データバース for Teams と見ていくと、ちゃんとしたデータベースを使いたければ有料のデータバースを買ってねというマイクロソフトの声が聞こえてくるようです。さて、これらのデータベースの比較をもとに今回作る家事管理アプリではどのデータベースを使うべきか検討してみました。今回のアプリはデータ件数が1年で最大1800から1900件程度、レシピの画像ファイル等も多く登録することを考えるとシェアポイントリストが良いかと思いました。 Office365 ライセンスの範囲でとりあえず無料で使ってみるデータベースとしてはシェアポイントリストかデータバース for Teams が良いと思います。両者の使いどころはこんな感じだと思います。データ、レコード数が2000件以下、シンプルなデータベース、画像を多く登録する、社内で広く使いたい場合はシェアポイントリストが良いと思います。レコード数が2000件以上、リレーショナルデータベースを使う、画像をあまり登録しない、Teams のチームで使う場合はデータバース for Teams が良いと思います。今回はシェアポイントリストを使うことにしましたが、データバース for Teams についてももう少し勉強して動画をアップしたいと思います。次にアプリ設計に必要なデータ型について説明します。データの型とはその値が整数なのかテキストなのかなど、どのような種類のデータかを示すものです。主なデータ型としては表に示したような数値型、テキスト型、日付時刻型、True False型などがあります。特にこの4つはよく使うデータ型です。数値型のデータの中身は 1,2,3 や 1.1、1.2 などの数値データです。この数値型はデータの値を合計したり平均を取ったりと値の計算、集計をすることができます。一方でテキスト型のデータの中身は IU や ABC、 あるいは 1,2,3 というデータが入っていることもあります。ただしテキスト型のデータに 1,2,3 というデータが入っていても数値型のように値を計算、集計することはできません。日付時刻型のデータは2021年1月1日9時のようなデータは使えます。例えば日付から年や時間を分離したり、データに入っている日付の値から現在の日付までの期間を計算したりできます。最後に True False 型ははいかいいえのどちらかを表す値です。プログラミングをやっている人はブーリアン型と聞けばわかると思います。
例えばアンケートの項目にあなたは会社員ですかという質問があった場合は、回答としてははいかいいえを選択します。このはいかいいえ、どちらかが入るデータが True False 型のデータになります。自分が扱っているデータのデータ型が何のデータ型になるのか意識することが大事です。例えば以下のスーパーの売上一覧のテーブルを見てみましょう。それぞれの列は何のデータ型になるでしょうか。日付列はもちろん日付型です。商品コード、商品名はテキスト型、原価、売上は数値型になります。商品コードは一見数値型のようにも見えますが、合計したり平均したり集計する必要のないデータのためテキスト型になります。続いてパワーアップスでサポートしている主なデータ型がこちらです。マイクロソフトドキュメントの参考ページも概要欄に貼っておきます。先ほど説明したデータ型以外にもハイパーリンク、イメージ、選択肢、レコード、テーブル等があります。ハイパーリンクは URL です。今回はレシピの URL でクックパッド等のページを登録したいので、ハイパーリンク型も使います。また画像ファイルはイメージ型を使います。選択肢はあらかじめ用意した選択肢をドロップダウンなどで選んで登録することができます。例えば年代を登録する列で10代、20代、30代などの選択肢で登録することができます。レコード型とテーブル型もアプリの中でよく使うデータ型です。レコード型は1行のデータのことです。例えば年代が20代、性別が女性、職業が事務職等のデータです。テーブル型は複数行のデータのセットです。レコード型が複数集まったものと考えてください。パワーアップスではこのようなデータ型が扱えます。アプリ開発の中でデータ型が異なるためにエラーが出ることがよくあります。例えばこれはパワーアップスの開発画面ですが、フィルターで今日の日付に絞ったデータを見ようとしています。 Date equal today と書いてありますが、この Date と Today は両方とも日付型で比較しています。このように基本的に同じデータ型でデータを比較する必要があります。データ型についてはまたアプリ開発の解説でも詳しく説明していこうと思います。それではいよいよデータベース設計方法を説明します。今回作るアプリは家事管理アプリで、買い物管理、店名管理、レシピ管理、献立管理、カテゴリー管理、材料管理の6つの機能を持ちます。テーブルもこの6つを作ることになります。最初に話したようにデータベース設計では列名、データ型、テーブル間のリレーションシップを決める必要があります。まずは買い物管理と店名管理のテーブル設計を考えます。一番左から列名、英語の列名、データ型を書いていきます。真ん中の英語の列名は内部名になります。また次回詳しく説明しますが、シェアポイントリストで列名を作成する際、最初につけた名前がアプリの実装でも使う内部名になり、これは変更することができません。この内部名は日本語でつけてしまうとエンコードされてしまい、よくわからない名前になってしまいます。そのため日本語の列名を作成したい場合は、最初に英語の列名を作成し、その後で日本語に変える手順を踏みます。さてまず買い物管理は、日付型の日付列、テキスト型の買い物、店 ID、ユーザー列、True False 型の完了フラグ、削除フラグ列を作ります。True False 型はブリアン型のことです。完了フラグは買い物が完了したかどうかの判定に使います。削除フラグは買い物が終わったとき、削除フラグが True になっていれば画面には表示しないけれど、データベース上からは削除せず、残しておくために使います。これは後で Power BI でレポート化するためにデータベースに残しておきたいからです。店名管理はテキスト型の店 ID、 店名、ユーザー列を作ります。次に買い物管理と店名管理のテーブル間のリレーションシップを考えます。買い物管理では買うものと一緒に
どの店で買うか店名も登録したいためです。データベースのメンテナンス性を考えて店名ではなく店 ID を登録します。買い物管理と店名管理のテーブル間はこのように店 ID で一対多のリレーションシップをします。店名管理テーブルでは登録する店が重複することはないため1位の値を持ち1になります。一方で買い物管理テーブルは同じ店で複数買うものがあるため重複のある店データを持つことになり多になります。リレーションシップについてもう少し詳しく知りたい方は以前 Power BI のリレーションシップを解説した動画も参考にしてください。続いて材料管理、レシピ管理、カテゴリー管理、献立管理のテーブルの設計もしていきます。材料管理はテキスト型で材料 ID、材料名、ユーザー列を作ります。レシピ管理はテキスト型でレシピ ID、レシピ名、ファイル型のファイル、ハイパーリンクでレシピ URL、 テキスト型でカテゴリー ID、備考、ユーザー、数値型で評価列を作ります。カテゴリー管理はテキスト型でカテゴリー ID、カテゴリー名、ユーザー列、数値型で表示する順番を決める優先順位列を作ります。献立管理は日付型で日付列、テキスト型でレシピ ID、 献立 ID、 カテゴリー ID、 ユーザー列、 True False 型で削除フラグ列を作ります。最後にレシピ管理と材料管理のテーブル間を紐付ける必要があります。レシピ管理テーブルと材料管理テーブルは多対多の関係になります。どういうことかというと、一つのレシピ、例えばカレーのレシピでは材料として玉ねぎ、人参、じゃがいもなど複数の材料が登録されます。材料管理テーブルから見た時も玉ねぎはカレー、シチューと複数のレシピで使えます。このような関係は多対多の関係になります。レシピ管理テーブルに複数の材料を登録する方法もありますが、今回は中間テーブルでレシピ材料テーブルを作ります。中間テーブルを作るやり方は多対多の関係において一般によく使われる方法です。一つのレコードの列に複数データを登録する方法もまた別の機会に説明しようと思います。レシピ材料テーブルではレシピ ID、 材料 ID、 ユーザー列を持ちます。具体的に例えばカレーのレシピと材料を登録した場合、カレー ID と玉ねぎ ID、カレー ID と人参 ID、カレー ID とじゃがいも ID と3行のデータが登録されます。その他のリレーションシップはレシピ管理と献立管理がレシピ ID で一対多の関係、レシピ管理とカテゴリー管理がカテゴリー ID で一対多の関係で紐づきます。このような感じでデータベースの設計をしておけば、データベースを作成する際、この設計をもとにそのまま作成するだけなので簡単です。最後になりますが、ビジネスアプリのデータベース設計はアプリ作りの肝になります。データ型やリレーションシップ等の説明もあり、今回は少し難しい内容だったかもしれません。しかし今回の動画でデータベースを完全に理解できていなくても大丈夫です。今後データベースを作成したり、アプリで実際にデータベース操作をしていく中で、だんだんとデータベースの理解が深まっていきます。次回は今回のデータベース設計をもとに実際にシェアポイントリストでデータベースを作成する方法を解説しますので、ぜひ見てもらえればと思います。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。